前回までのバイオショックは？何これ、手形じゃん。おぉ。あ、やっぱ爆発したわ。ここはお墓なのかな？めちゃくちゃ怖い音がするんだけど。え、何？ん？お、びっくりした。どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。それでは、バイオショック続きの方を遊んでいきたいと思います。前回は、この主人公の味方であるアトラスの家族が殺されたとこで終わりましたので、今回その続きになります。では早速始めていきましょう。で、あの岩の上に EVE 注入器が見えたので、先にこれを取りましょうか。よし。で、道順的にはあっちか。オッケーオッケー。こっち側はなんかあったりするの？おお、びっくりした。何？ガーンっつったね、今。ここから上に行けるのかな？よいしょ。よいしょ。行けないか、これ。なんか行けそう感はあるんだけど、まあ、上行ったところで何もないから、じゃあこっち行きましょう。まあ、なんか声はしますけど、無視して行きましょうか。おー、ビッグダディとリトルシスターだ。おー、ダディ強いね。じゃあちょっと待って、倒しますわ。違う違う。で、センサーマインに変えて、俺も横いです。漁夫乗り。こう打っといて、よし、これで弾薬を切り替えまして、ショットガンかな？いや、待ってよ。マシンが、車線が通らん。車線が通らん。敵がね、いるんだよね。とりあえず倒したから、こっちに。あ、やっべ。全部消えた。待って、ビッグダディ取ったらどうなんだ、これ。ビッグダディは取ったことなかったよね、これ。あ、ロージーっていう名前なんだ、これは。ダメージとか。鉄鋼弾によれ。それは分かってんだよ。あ、リトルシスターも取れたわ。ライフの EV、ライフと EV の最大値が少しだけ上昇。あ、いいね。ガンガン取るべきだね。待ってよ。じゃあ、グレラーに切り替えて、また待て。微妙に難しい。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。はい、倒しましたかね、これで。はい、これは、ちゃんとハーベストじゃないわ、レスキューだ。ハーベストしたらやばいもんね。はい、頭を撫でると、正気に戻ります。結構アダムも溜まってきたね。あ、またなんか、いろいろと、報酬がもらえるっぽいね。だ報酬もらってもね、嬉しくないんだよね、そんなに。クラフトステーションだ。あ、これで作れるんだ。ちょっと待って、これハッキングします。はい、ハッキング完了。で、オートハッカーが作れるんだよね。じゃ作っとこうか。ああ、これは便利だ。違う。え、待って。取れない。あ、オートハッカーもう持てねえ。うわぁ、拾えねえ。無駄に作ってしまった。やっちまったなぁ。ハンドガンをちょっと弾が余ってたからね、使おう。これは、あれか、置いているだけか。で、ここに死体があって、あ、報酬だ。いやいや、マインあるよ。大丈夫なのか。じゃ、プレゼントゲット。200アダムに金庫破り。金庫破りは、ハックスマートの人気製品の一つであり、あちらさんが入られたがらない場所のへの侵入を可能にします。で、組が今すぐ繰り込んで、レッツハッキングと。あー、それいいな、嬉しいけど、じゃあこうしようか。違う。え？あ、おね、そっちか。で、とりあえずスロット増やしましょう。スロット増やして、移動アップかな。で、フィジカル用のトニックで、あとコンバット？え、エンジニア用。これね、欲しい。ぜひとも欲しい。で、これ。コンバットトニック用って何かあるんだろうか。あ、レンチによるダメージアップぐらいか。あとは、火エンジン。発音変だったね。なるほどね。プラスミドの EVE 消費量。あ、これいいな。
これ嬉しい。EV リンクはいらんかな。で、特になんか他に欲しい、エレクトロボルト2とかあんの？わ、2あんのか。それは知らんかった。ちょっとためよう。なんだ、2があるとは知らんかった。能力1個で終わりかと思ったら2もあるんだ。それはちょっと知らんかったな。こっちはさっきのところに出るのか。こっちには何があるかな。ん？お？お？ん？なんだなんだだ。あ、ちょっと待って。待てよ。カメラ。今いい瞬間撮ったんじゃない？ブーディニースプライサー。これ撮って、はい。よいしょ。あ、やべ。こっち向かってきてる。左。あ、ダメか。はい、電気。で、あれ、消えたし。そうだよ、フーディーニスプライサーは消えるんだよね、こんな風に。この前回というか、前回の動画でもね、言ったんですけど、フーディーニっていうのはアメリカのマジシャンのことかな？結構有名なマジシャンらしいですね。危ない、今のはどうだ？危ねえ。ギリギリ、警報は鳴らずに済みましたね。リローリング。アルカリアガーデンだって。いや、ガーデンじゃねえわ。なんだこれ。グリームズ。男というのは自分の勢力に。よし。一発当たったね。オッケー。サギッシュスプライサー。変換。誰の声だ、今の。誰の声、今の。どっから声してんの、今の、これは。あの奥にも何かありそうな、危ねえ。ここに隠れていたのか。ニトロゲンが5個増えた。今んとこニトロゲンを使うような場所が見当たらないのが残念だけど。エレクトロボルトもね、使っていかないとね。あ、ここにもあれだね。あ、ハッキングして、じゃあ、じゃあ、オートハッカー使います。ちょっと待ってね。一旦戻ることになるんだけど、あのさっき、クラフトステーションで作ったオートハッカーを取りに行きましょう。どっちだったっけ？違う。うわ、なんか進んだわ。ごめん。あれ？どっちだったっけ？オートハッカー生み出したの。あ、ほっ、おー。吹き飛んだ。待って。待ってよ。これを欲しい。ホーミングロケットが。よし、取れた。はぁ、あ。マーケットっていうのダイアリーをゲットして。違う。オートハッカーを作った場所はどこですか？ニトロゲン。あー。あれ？オートハッカー作ったのはどこだ？ここが、ハッキングの場所だったからこっちだね。こっちだと思うんだけど、合ってんのかな。あ、でもここにあれだな、ギャザラーガーデンがあるってことはこっちだ。よしよしよし。やっぱこういう時にね、あのマップ把握能力というか空間把握能力は欲しいなって思いますね。アンチパーソニルラウンド OK。さあ、マシンガンもね、弾が余ってるから使っていこう。マシンガンね、結構、撃つとね、弾がブレるからあんまり好きじゃないんだよね、俺。ショットガンとかは好きなんだけど、声するね。声がするけど、どこにいるかはわからない。こっちか。前回からね、ホラー演出が出るようになったから、めちゃくちゃ怖いんだよね。よし。ミスター。あ、いてて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 てあ、いてて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 待って、タレットに挟まれた。エレクトロボート待って。ハッティングしたい。危ねえ、ちょっとハッティングしまーす。はい、ハッティング完了です。で、奥にもタレットがあるんだよね。ちょっと頑張ってくれ、タレット。はい、てー。タレット同士で、危ね、今の。よいしょ。で、ショットガンを撃つ。で、このタレットも、
壊す。オッケーオッケー。壊れた自販機。あ、グレネードとかいっぱいあるわ。よしよしよし。で、ここは、おぉ、フィルムが2つ増えた。これは、変換、うわ、空になったー。運がないね。バックショットをリロードして、マシンガンラウンドで回復して、回復します。で、ここには、電気を流すと、何かがあるかな？タバコ。電池。こちら辺は？EV 吸入器とアンチパーソネルラウンドぐらいか。あとダイアリーとか、その辺？あ、マクリントックだ。よく出てくるね、この人はダイアリーに。この程度か、じゃあ。程度って言っちゃおかしいね。じゃあ、下通っていこう。ジャンプ！よし。危ない危ない。OK。正直ね、ダイアリーは取ってね、一応聞ける分は聞いてるようにしてるんだけど、特になんか内容については分かってないです。あ、こっちは？さっきこっちの側、こっちの側ってなんだ。こっち側行けなかったもんね。どうしたんだい、メアリーってめっちゃすごいいい声で言ったわ。なんか言ってるね。なんだか幻覚まで見える。あ、そうだ、お金はちょっと溜まってるから、お買い物しよう。ファーストエイドと、あとなんだろうな、これぐらい？ EV 注入器も欲しかったけどね。まあ、いいや。いや、こっち側には、おー、フーディーニー。どこ行った、あいつ。フーディーニースプライサー、どこ行った。あれか。水面には足音は残るんだね、フーディーニースプライサーは。あ、なんか普通の人っぽいな、今の。バギッシュスプライサー。で、フーディーニーどこ行ったよ。これもしかして。違うか。まあでもマシンガンはゲットしたね。ここはクラフトステーションか。特段なんかいいものはない感じかい。あ、小型金庫。ああ、弾薬の筒か。まあこんなもんか。さっきのサギッシュスプライサーは倒せなかったけど、まあいいや。おお、そっちにいたのか。オッケー。あ、サギッシュスプライサーも写真撮ればよかったね。じゃあ、アダムの方、アダムじゃねえわ。ライアンの方かな？行こうかな。さあ、アトラスは家族を殺されてちょっとやばい感じですけど、うわ、すごい木だな。ビリビリ。はい。はい、チーズ。あ、サギッシュ。サギッシュはもうポイントをもらってもあんまり嬉しくない感じかな、これは。あ、よいしょ。はい、ありがとうございました。いった！ちょっと待て。はい、ハッキングします。はい、完了です。危なかった、今の。めちゃくちゃロケットランチャー撃たれたわ。結構気づかないもんだね。ロケットランチャーとかあっても。お、この奥は？隠しっぽくない？いけないの。うわぁ、なんかすげえ隠しっぽいんだけど、こっちの奥。なんか、透明なオブジェクトに阻まれていけない。なんかグレラン撃ったら破壊できるとか、そういうわけではない。ベンチで壊すとか。ダメかぁ、めっちゃなんかいけそうな感じあるのに。目の前にお宝があって取れないって嫌だね。よし。アイテム取って、マシンガンラウンド、また？でも、ビッグダディあれだね。リトルシスターいないね。小型金庫、崩壊っていうダイアリーゲット。あ、マリスカルッツだ。このビッグダディはあれか、いないのか。撃たないのか。撃たねえか、さすがに。まあ、ビッグダディはね、リトルシスターがいないんだったら倒す必要はないから。化け物みたいな木？何？木に化け物か化け物じゃないかとかそういうのがあるの？こっち側は？あ、やべ。ボーン。危ねえ。こっち側は？ないね。じゃあ、もう空になっちゃった。難しいね、この、なんだろう、名前忘れたけど、この変換の能力は。
ほんと運だからな。弾はいいや。今十分すぎるぐらいにあるし。あ、行った。わあ、またなんかよくわからんとこだな。クロロフィルは渡したでしょ。クロロフィル。ああ、ジュリー・ラングフォード。あ、ここはじゃあまだ通れないっていうか、条件を満たさないと通れないのか。じゃあ、道順通りに進みますか？おー。なんだこれ。ガス、ガス、待って待って待って、ガスじゃ。ガスじゃ。アルカディアを殺した？え、何？場所を殺せるの？待って待って、こっち行こう。何？ライアンって、こっちすらも殺すの。あ、なるほど。酸素を作るための木を壊されたのか。俺に言われてもわかんないけど。ん？ラングフォード、ここにいたよ、だから、さっきは。ここにいたよ、ラングフォードさんは。ああ、なるほどね。だから、ここに行くっていうことか。はい、じゃあ次、ラングフォードに助けを求めるっていう感じか。私の木が、あなた、俺じゃないです。お、助ける方法あるんだね。遺伝子ベクターを使わないとね、わかんない言葉できたな。ローザガリカ。あ、バラか。はい、わかりました。いきます。はい、ということで、本日はこの辺で終了したいと思います。あ、まさかね、アトラスが、アトラスじゃないね、アトラスは味方だ。ライアンがね、火を殺すとは思いもしませんでしたね。果たして次回はこの、アトランティスだっけ？なんだっけ？もう名前忘れちゃったわ。アルカディアだ。ここを無事復興できるのかお楽しみください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。概要欄には Twitter のリンクも貼っておりますので、そちらもフォローしていただけると幸いです。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。